これ一番衝撃受けるかもしれません。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説だよ。詳しい俺がやってきました。あいつがやってきた。俺がやってきた。ハードボタン気にならないぐらい僕はもうすごい年齢と思ってます。おお。期待値上がる、ハードル上がりすぎて大丈夫、それ飛び越えられるちゃんと。飛び越えていきます。大丈夫、それ越えれる。めっちゃうるせえじゃん。いつもここにいるから、ね。今日はガヤし放題。今日はちょっとガヤやりたかった。本日やっていく都市伝説。実は寿命を削ってしまう食べ物7000。7000。こんなで食べたい。ほんまで絶対やりたいやつだもんね。6000でもなくね。いいでしょ、一番ちょうどいい。本当にね、身近なんですよ。7000全部みんな食べたことあります。何じゃ、なのに科学的にもヤバいってなっちゃってるやつをもう今回教えちゃおうかな。それありがたいわ。結構身近なやつだと怖いな。これまあ、まずですよ、コンビニにあるもので、おお、コンビニにあるもの、これヤバいんじゃねってやつちょっとあげてもらっていいですか。あ、分かった、あのタッパーに入ってる焼き鳥。あー悪そう、あれ、あ悪そう、あれは別に大丈夫です。ほうれん草大丈夫です。体いいやろ。皆さん冬コンビニ何食べます？おでん。あ、でん、おでん正解。俺めっちゃ食べない。コンビニのおでん、寿命計算、一食だいたい1分寿命削られてる。え、そうなん？あれ食ったら1分寿命縮まる。毎日食ってたよ、縮まって。確かにお前毎日食ってたな。だから毎日買って。いや、お前タバコ吸うやろ。最悪やモンスター飲むし。あと3年ぐらい。やばいやばいやばい。なぜかと言いますと、まあ、あれほんとさ、冷凍してるやつをさ、ポッて機関に入れて、なんか出汁もパーって出して入れて、もう温めてるだけなんですよ。っていうことはですよ、あれはですね、もう良くない添加物が、あー、大量に入ってる。いや、でも確かになんか見てたら結構店員もさ、もう作ったらもうずっと置きっぱじゃん。そうです。さらにいろんなフィルターが入ってどんどん汚くなっていくんです。あー確かに。うわ、そう考えて。でも食べない方がいいです。あれってお客さんにね、店員さんがおでんいかがですかってことは殺害予告と。そうそうそう、長生きやめませんかって。そうです。2つ目、これはね、当てられないと思うので。なんだろう、すぐ言います。おう、一回ゾッとしますよ。無理やん。みんな自動減ってるよ。日本人が大好き。さて、醤油何でできているでしょうか。そういう豆ですよ。豆。正解です。大豆からできてます。安心してください。普通の醤油はちゃんと大豆からできてるので、そこまで害はないんです。なるほど。ですが、出前取った時についてくるさ、このおぉ、あー、おいしい。あれがもう添加物だらけ。嘘嘘。使っちゃいけないやつガンガン使ってるみたいな。めっちゃかけるやん、自分。めっちゃかける。でも俺は正式な醤油使ってるから。正式な醤油。僕は自然と長生きできるタイプ。無意識に長生きするタイプと無意識にこう早死にしてる。なに、そういう才能は。こういうね、人生だ、分かるし。マジかよ。3つ目、これもだいぶ恐怖です。皆さん、じゃあ朝ホテル行きます。食べ放題ですよ、大体。はい、バイキングそうね。何取りますか。スクランブルエッグ。はい、スクランブルエッグですね。はい、ソーセージ。ソーセージ、ソーセージ。アウトです。ええ、ソーセージ実はアウトなんです。今日紹介する食べ物の中で一番危ないかもしれない。え、そうなの。ソーセージがトップクラスに危ないです。一本で寿命30秒削られます。大体まとめてさ、3、4本食うでしょ。その時でも2分も削られる。早い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 。これさっきが計算してる数値って全部 WHO、 世界保健機関。あ、ガチ。もうガチの人が計算して、人生の中でこれぐらいの時間がもう削られますよっていう計算だし。それもうやめて。めっちゃショックだわ。で、これ何が一番怖いかっていうと、赤身肉や加工した肉って発がん性がすごいあるんですよ。ソーセージはもう加工肉や赤身肉のまみれなので。大腸がんの発生率が 70% ぐらいしない。そうでしょ。この人絶対居酒屋で食う。この人食うよね。食ってるよ。何でセブンのペペロンチーノ食うから、あれ絶対別にバカなげん、ソーセージ。やばい。あれは食うけどね。あれに醤油かけたり。塩です。ちょっとだけ安心させるとしたら、大腸がんって実は一番治るって言われてるがんなんだよね。
ね。デモでしょ。 70% ぐらい治るって。 30% やっとるやん。デモでしょ。まあ、ということでね、明日京平さんにはソーセージ100本企画やってる。あー、行きましょう。学生になるでしょ。何取り木なんだ。この中でですよ、飲み物でこの3人分けて、この2人が好きなものなんだか分かります？コーラ、コーラ、コーラ。汚ね、2人だけが飲み物なんです。汚ねって好んで飲んでいるやつ。だからいい癖だよ、コーヒーで。正解。あー、それで。ちょっと待って、だからタツキは卵は息臭いんだよ。だからでもなんか長生きできるみたいなのも聞くけどね。そうそう、だから覚醒作用がよく働くとこもあるし、我が体力もあると。悪く働くこともある。まあカフェに関係なく別で、これも発がん部成分が入ってるんですよ。で、時間にして1杯、20分。もうそこじゃないんです、怖いところは。そこちゃう。1日3、4杯飲む人いますよね。脳卒中、心筋梗塞になる確率が飲んでない人の 50%。 やばい。悪い方に関連作用してます。膀胱がん、膀胱がん発生確率も飛躍的にアップしてしまいます。最悪やん。膀胱がんはマジでヤバいです。もう一番ヤバい。結構それはほぼ治らないと。ちょっといろいろすごい。コーヒーそんなに怖い。だからちょっとあんま飲みすぎはやめましょう。俺マジで5年間ずっと3缶は飲んでて。えやば。結構マジの話。お前膀胱チェックしてこい。やばいじゃん。やばいじゃん。ちょっと俺検診行くわ。うん、もう40歳なんだから。お前が、お前が行け。なんでやねん、お前が。なんで俺のせいだ。ということでね、コーヒー皆さんもね、飲みすぎには注意してください。じゃあ5個目、これこの前のゾッツァツで話しました。ひじき。あ、出た。ひじき。ひじき。ひじきっていうのはね、ヒ素っていう毒物、毒素が含まれていて、イギリスではもう食べるの禁止されてるんですよ。そんぐらい危険な食べ物でして。超やべえ。国が、国がもうやめろって言ってるから。実はヒ素が入ってる食べ物がたくさんあるんですよ。例えば、これ一番衝撃受けるかもしれません。お米。無理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 。いや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 、駅おかずにご飯とか食うじゃん。いや、これね、俺も最近知ったから。ちょっとね、これお米ってね、わずかながらヒ素が入っていて、ヒ素に有機ヒ素と無機ヒ素っていうのが分類されるんですけど、な、聞くとさ、有機のがヤバそうじゃん。無機ヒ素がヤバいんですよ。毒素が強い。お米は成長過程でそのね、殺虫剤とかに含まれてるヒ素を吸い上げてしまう。あー、なるほど。吸い上げる性質で、確実にお米全部にヒ素が含まれている。やばい。こっからいっちゃうんだ。 0.01g、0.02g っていう微量なんですけど、お米大量に食べてるので。いや、大量に食うでしょ、米なんて。ビビりますけど、まだ温めてるので大丈夫なんです。あー、なるほど、なるほど。なんか一応大丈夫ですよっていう国は一応検査をしていますので、大丈夫にはなっている。俺がゾッとするのは、あの、たまにさ、塩に温めてない普通の硬い米がさ、喫茶店とかであるよな。湿気が出ないようにお米入れてるとかじゃないですか。あるね。あれ、なんか俺独自のさ、タレ作るとか言ってさ、蓋開けてこう入れてるときあるじゃん。超やばいじゃん。あの時、でもそのまんまの不加工の米が入ってる。超やばいじゃん。まあまあ食ってる。ヒ素がもう実は溜まってんじゃねえかなっていう。やばいじゃん。やばいじゃん。あれやばいっす。てか、そもそもそんな塩を大量に入れてる時点でもう結構良くなった。やばい。違う。それでね、レモン汁を入れるとちょうどいいんです。あ、まあまあわかるけどね。もう言いたくなかったんですけど、最後の一個を言いましょう。なるほど。言わんとくわ。いや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 。いや、これね、前もなんか一回メンバーでネタにされたことあったんですけど。あ、そう。あら。ビギナーの門番。ああ、あー、なんかやったな。あれ、恭平なんか自分縮まるみたいな、ゾッザツかなんかでぶち込んでいたんですけど、調べたんですよ。小毒素フィッてんですよ、フィッてんですよ、フィッてんですよ、フィッてもう、入りすぎる。どういう動詞なのそれは。もう、フィになってるぐらい。フィットしてる。これが一番寿命が一番長い。あれね、ヒ素が入ってるんですよ、また。あー、またヒ素が悪いんだ。ヒ素か。ただ、ヒ素よりもやばいラジウムが入ってるらしくて。ラジウムなんか化学っぽいな。天然ミネラルウォーターがダメ。みんな健康に気をつけて水を飲むんですけど、体をいじめてるだけ。そうだよ、なんか。調べれば調べるほど、なんかもう細かいの出てきて、本当にダメなんだ。ラジウムっていうのが、腫瘍とかにつながってしまうような、もう結構やばい毒素。もうなんか、ガンって感じするな。ガンの元ですよ。やばいね、じゃあね。いや、俺が一番やばい。マジやばいじゃん。めっちゃ飲んでる。わざわざ買ってるやん、だって。笑ってるよ。いや、なんか俺、周りを脅かそうと始めたのに、話せば話すほど自分が怖いことになってる。そうや、もう。確
実に危ないのは何個かありましたけども、まあ一応国的にはまだセーフと言っているトップの団体が言っているようなものなんですよ、うん、断然ラインを引くのは皆さんなんですよ。なるほど。皆さんがアウトかセーフか判断するところなんです。あ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お後がよろしいたいんです。お後がよろしいたいんですか。信じないかとかじゃないんですよ。WHO が出してるんで信じるしかないです。これはただただ皆さんに警告状ということでね、皆さんミネラルウォーター買いに行きましょう。行かねえ。時は止まらない。聞いてくだけ。